れ様です。猫色チャンネルです。というわけでですね、今回は3COINS さんから2022年春の新商品が発売されておりましたので、皆様と一緒に見ていきたいと思います。まずこちらスタッキングコンテナということで、いわゆるトランクカーゴタイプの収納ボックスになっております。お値段がね、結構お安かったんですけども、やはりその分収納は本家に比べると少ないものにはなってますが、かなりね小回りが効くので、これはいいんじゃないかなと思いました。そして、はい、ついに出ましたフェルムチェアということで、いわゆるヘリノックスタイプの組み立て式のチェアになります。耐荷重80キロ、これちょっと僕はギリギリなんですけども、製品重量ね 1.5 キロということで、女性キャンパーさんなんかにねちょっと優しい軽量のチェアになっております。かなりね初心者に優しいイメージが、印象が今回の2022年新商品、スリコさんのものには感じることができました。続いてがアウトドアハンガーラックということでですね、はい、こちら僕が先日ご紹介した武田コーポレーションさんのやつにちょっと似てます。お値段もね2000円ということで、同等品ではあるんですけども、こちら、強度のある、超超ジュラルミン、これ本当ね釣りのねビールとかによく使われている結構強靭な素材なんですけども、製品重量 550g、 耐荷重 10kg は武田コーポレーションさんとほぼね同じスペックでした。そしてその他には、はい、こちらですね2種類ほど先に出てます、クッカーポーチということで、まあ、後々出てくるんですけども、まあ、クッカー類を収納するポーチと、こちらツールケースとはいう商品名ではあるんですけども、こちら中身見ると、はい、クーラーボックスにもなる、ツールケースボックスケースになっておりました。これはね去年なかったタイプの新商品ですね。サイズ感がこんな感じになってますね。 33×24× 高さ27、はい。そして、はい、ついに出ました、去年もスリコさん、メスティン出したんですけど、今年は 1.5 号用で、はい、ブラックメスティンでございます。はい、ついに出しましたねスリコさんも。でこちらね、案の定網が、付属しておりますので、蒸し料理なんかもできると。そして、去年同様収納袋付きで販売となっておりました。はい、スペックの方がこんな感じですね。フッ素加工になってますので焦げ付きにくい、素材になっております。そしてホットサンドメーカー、これねいいなと思ったんですけど、はい、これね僕が持ってるホットサンドメーカーにかなり似てるタイプなんですけど、値段がね1500円ということで、超安いですね。僕3000、4000弱ぐらいで買ったんですけど、今のご時世1500円、まあねダイソーとかでも買えるんですけど、これはね取り外し可能なタイプなので、本当に使い勝手がいいと思います。はい、そしてお次がこちらアルミケトルということで、ケトルですね、これどっかで見たことあるようなデザインではあるんですけど、まだねケトル持ってない人にかなりおすすめですね。約1リットル満水、まあそんなに沸かすことはないと思うんですけど、 0.9 ぐらいは普通に沸かせそうなケトルですね。見た目も結構武骨でかっこよかったです。そして最後がクッカーセットですね。はい、こちら見ていただくと分かるんですけども、もうね的漁師かのようにね、大きいクッカーの中にちっちゃいクッカーが入ってまして、蓋がねそれぞれ、蓋がそれぞれついてて、さらにお皿かな、お皿が2枚ついてたんですかね、ちょっとこれスタッキングの順番間違ってますけど、はい、こちら蓋閉めてお皿を2枚上から重ねる、そして大きいクッカーの蓋兼フライパン、そしてさらにですね、これ実ははい、コップ2個セットでつきます。これすごいいいなと思って、本当にキャンプ始めたての初心者の方、まだこの手の類のギアを持ってない方はね、これ1個買ってやれば十分にキャンプ楽しめるので、これはおすすめです。はい、ただねこのコップは残念ながらスタッキングすることはできませんでした。その辺はご了承ください。でも本当にね、機能性の高いクッカー1500円で売っておりました。今年もスリコさんから目が離せません。追加情報ありましたらこのチャンネルでまたご報告いたします。